嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。もしも渡部健さんが友人ならなんて声をかけますか。あー、まあ、友人ではないんですけど、もう YouTube で本気出すしかないんじゃないですか。ではその、あそこまで嫌われるのも不思議だと思うんですよね。だって法に触れたことしてないじゃないですか。で、その、なんか女の人をひどい扱いをしたみたいなことを書いてる記事を読んだんですけど、その、ひどい扱いされたら二度と関わらなければいいのに、なんか何度も連絡して会いに行って、そのなんか六本木の身体障害者用のトイレ、多目的トイレを使うみたいな、いやいやそれ分かってて言ったでしょみたいな、分かってて言ってる人って僕ひどい扱いだとは思わないんですよね。その要は初対面の人にいきなり殴られたらひどいと思うんですよ。でも、じゃあ、僕がひよえさんに会いに行きました。殴られました。行った。1万円くれました。で、次もう一回来ました。また殴られました。1万円くれました。で、3回目はさ、殴られるの分かってるじゃん。ひどい扱いじゃなくて。なので、それ分かってて言ったよねって。で、そもそもじゃあ、渡部さんと不倫した人って、奥さん、佐々木のぞみさんと結婚してるって知ってるわけじゃないですか。不倫って、刑法には触れないんですけど、民法でいう不法行為なんですよ。なので、不倫であるって分かっていながら不貞行為をした場合って、損害賠償が請求されたら確実に裁判で負けるんですよ。で、未成年ならまだ分かんないって言うんですけど、もう20歳超えてて不貞行為だって分かってる人って、民法上の不法行為をしてるんですよ。なので、不法行為をしているにもかかわらず、なんか被害者面をしているっていうのはいかがなものかなとは思うんですけど、ただ、誰が一番悪いかっていうと、渡部健さんが悪いです。あ、健さんだよね。なんだろうね。やっぱ、性欲強い人ってそうなっちゃうのかね。なんか、いや、僕だからそこわかんないんだけど、佐々木のぞみさんと結婚してるんだから、そんなよくわからないやつに手を出さなければいいじゃないかみたいなのはあると思うんですけど、まあ多分性欲強いんですよね、男性って。多くの。僕、性欲強い人の気持ちが本当わかんないんで、なんでそんな地雷に手出すのって思うんですけど、なんか地雷じゃない人の手出せばいいんじゃないの知らんけど。箕輪さん元気？元気なんじゃないですかね。いや、なんかまあ、箕輪厚介さんの話だと思うんですけど、箕輪さんがやらかしたっていうのを見て、別に驚きはないんですよね。まあまあ、そういうことをしそうなタイプだったよね、っていう。なので、なんだろうね。まあ、例えば、アンジャッシュ渡部さんが、なんかやらかしたっていうので、揉めてるじゃないですか。で、別に僕、アンジャッシュ渡部さんが聖人君子だと思ってなかったので、ああまあそうなのね、ふーんみたいなもんですよ。だから、なんか、その奥さんである佐々木希美さんがめちゃめちゃ怒ったり切れたりするんだったらわかりますよ。でもなんか、赤の他人である、僕、アンジャッシュの渡部さん会ったことないんで、赤の他人に対して不倫をしたことで怒れる気持ちがわからないんですよね。なんだろうな。まあ、不倫は、アンジャッシュの渡部さんと、不倫相手の人が不倫するわけじゃないですか。で、渡部さんに対して怒る人は、まあまあいるんですけど、不倫相手に対して怒る人は少ないんですよね。でも、不倫っていう不法行為をしたのは、渡部さんと、不倫相手の A さんの、両方が同じように悪いはずなんですよ。なんか、未成年とかだったら、善悪がわかんないから、渡部さん悪いよねってなるけど、もう二十歳超えてて、渡部さん結婚してるって分かってた状態で不倫してる不法行為をしてるわけだから、A さんも悪いよね。で、渡部さんも悪いよね。で、被害者は佐々木希さんだよね。まあ、渡部希なのかなわかんないけど。っていうところで、でも別に僕そこに怒りはないんですよ。別に佐々木希さんの知り合いではないので。まあ、だから佐々木希さんが主演した映画の収入の一部が僕に入ってる気もするので、そういう意味でいくと、まあ、むしろ佐々木希さん派ではあるかもしれないですけど、
なので、なんか、どうでもいいに近いんですよね。なんだろうな。仮に誰が不倫したら僕怒るのかな。他人が不倫して怒りを感じたことがないんですよね。というわけでですね、箕輪さんね。箕輪さんの問題を触れる、箕輪さんの知り合いってネット上にすごいいっぱいいると思うんですけど、箕輪さんの話題に触れる人がほとんどいないっていうのがあって、それはそれで面白いなと思ったんですけど、何の話をしてるかっていうと、文春にその松浦さんの自伝を書くって言ってた人がいて、でそのライターさん A 子さんっていうんですけど、でその A 子さんがなんか文章を書いてて、結局それがまあ本出なくなりましたっていうので、でその担当編集が箕輪さんっていう有名な編集者だったんですけど、でその箕輪さんにそのなんか家に行きたいって言われて家に連れ込んで、でなんか触られたみたいなので、まあ、箕輪さんその家庭もあるのに良くないよねっていうのが、まあ、文春に上がっていたんですけど、で文春も文春である程度割り切ってるなと思ったのが、A 子さんがその純真無垢な被害者ではない感の証拠を出しちゃってるんですよね。その本当に記事としてその世の中騒がして売るのであれば、 A 子さんは完全な被害者で箕輪さんは悪いやつだよねっていう風にした方がいいんですけど、その A 子さんがなんかその箕輪さんと会えるんだったらなんか他の人の誘い断りますとかだったり、なんかその過去にやりまんだったみたいな話とかをそのメッセンジャーでやってるスクリーンショットを文章に載せてたりとか、でその二人きりになりたくない理由は A 子さんが箕輪さんに手を出してしまうからだっていうのを A 子さんが書いてるとか、そのそれ A 子さん誘ってねっていう証拠も文集に載せてるんですよ。なのでそのもし本当にその箕輪が悪い A 子正しいっていうのをやるんだったら、その A 子さんのそういう落ち度の部分は載せるべきではないんですよ。ところがどっこい、普通にそのスクリーンショットを文春で載せてて、なので、まあ、A 子さんも A 子さんで、まあ、微妙な人だよねっていうのは、文春は分かっててやってるのかなっていうのはあるんですよ。ただ、その、まあ、幻冬舎で本を出そうとしていて、で、ライターさんっていう立場の人が、箕輪さんに言われたら、ある程度は、その、乗らざるを得ないよねっていう、その立場の問題があるので、そういう意味でいくと、その箕輪さんの落ち度っていうのはあるとは思います。なので、誰が悪いっていうと、箕輪さん悪いと。だからそこは多分崩れないです。で、箕輪さんが悪いは崩れないんだけど、でも、A 子さんが、その、全く悪くないかっていうと、 A 子さんもそれ誘ってるんじゃないの、要はそれが誘ってると箕輪さんが誤解してもおかしくないよねっていう表現を送ってますよねっていうのもあるので、乗りづらいんだよね。要はどっちかが完全に悪いんだったら、その話に乗っかって、いやいや箕輪お前が悪いよって言えるんだけど、要は A 子さんも A 子さんでそこ良くないよねっていう情報を文春が載せてるんですよね。要はこういうのってさ、片方があいつ悪いって言って、でなんか一方的に責めてて、でも両方の話聞かないと真実わからないよねっていうのが普通なんですけど、その A 子さんの場合って、その A 子さん側が箕輪が悪いっていう情報の中に、でもこれ A 子さんも悪いじゃんっていう情報も混ぜちゃってるんで、両方の話を聞く前になんか、これどっちもどっちなんじゃねえのっていう微妙なラインなので乗りづらい話題になってるんじゃないかなと思います。はい。あと、まあ箕輪さんがそこまで有名ではないっていうのもありますよね。まあその編集者さんとして、その幻冬舎の編集者さんとして有名なので、そのタレントさんだったりとか業界の人の中では有名なんですけど、そのじゃあ箕輪さんって誰っていうと、幻冬舎という会社の社員っていう説明だと、一般の人的にはそれ超どうでもよくねっていうことになっちゃうんですよね。なので話題にしづらいっていうのもあるんじゃないかなと思います。20代市役所勤めです。同じ部署の新人女性職員が上司からセクハラを受け妊娠してしまいました。それセクハラっていうよりレイプじゃないの？加えて市長がそのことをもみ消すため女性に多額の口止め料を渡してしまいました。検察からは刑事事件化は難しいと言われています。そこで私は友人にこの件を口づてに広めてもらおうと考えています。市役所に噂が届き事情作用を促すことが目的です。最も効果的かつ効率的な方法があれば教えていきたいです。多分その女性の友人知人なんだと思うんですけど、
表向きはそのなんか嫌だと言ってるんですけど、口止め料を受け取ってる時点である程度別にそのやられてもいいなと思って妊娠してしまったから多分騒ぎになって、でもこれだけお金もらえてるからっていうので同意してるんだと思うんですよ。あの同意してないのであれば刑事事件化も可能なんですよ。でもお金をもらって満足してる時点でそれは刑事事件不可能なんですよ。だって本人が訴える気ないんだもん。ただその被害者であるというふうな形でトモさんに相談したりして被害者ムーブをしてるだけなんですけど、残念ながらその女性はお金をもらって満足して刑事事件化しないというサインをしています。なのでその女性の本心はお金をもらって満足してそのなんか事件化しないことなんですよ。ただあのそれを言っちゃうと自分がそのなんかあの要はあのなんかあのまあなんかあの汚れた女みたいな表現っていう風に思われるのが嫌なので被害者ムーブをしてるだけで、実際被害者ではないんじゃないかなという風なあの今の文章だとそういうことなんじゃないかなと思いますけど。元タレントのマリエさんがインスタライブで島田紳助さんの枕営業とそこに居合わせた出川哲朗さんとヤルセナスさんを暴露したことがツイッターで炎上してますが、やはり芸能界には枕営業は存在するんでしょうか。ちなみに彼女は当時18歳だったようです。まああるんじゃないですか。ただそれを枕営業と呼ぶのか、その単純にそのあの恋愛問題かっていう、例えばじゃあその飲み会ですって言って、じゃあ男女でコンパして、で、その後ホテルに行きましたとかって普通にあるじゃないですか。なので、その芸能人同士でも、じゃあ、男女で飲み会しますっていうので、その後じゃあホテルに行きましたっていうのも、それも個人の意思としてやってるのか、枕営業なのかって、その個人の捉え方次第だと思うんですよ。あの、これ枕営業ですからっていう宣言をして、じゃあ枕なら行きますっていう、お互いに枕営業であることを同意した上でやるっていうもんでもないじゃないですか。要はそのなんか自分のこと好きなのかなと思ってホテルに誘ったらついてきたからやっちゃったっていうので、後からあれ枕だったんですって言われても、いやいや知らねえしってなると思うんで、なのでなんかその枕なのかどうかっていうのもその申告次第な気がするので、どうなのかなと思うんですよね。いやぶっちゃけその一回で捨てられたから枕って言ってるけど、本当は彼女になれるんだったらなりたかったみたいなタイプの人かもしれないので、なんか一概にこうどちらが正しいというもんでもないんじゃないかなという気がします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? OK OK Choose Who's fault? 家帰ってやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん